日本城タクシーファンクラブからお届けします。西谷文和さんの対談番組から引用させてもらいます。維新はまさに断罪に値します。それにしても大阪万博バカじゃないかと思いませんか？そこに持ってきて人間洗濯機って本当にバカだと思うんです。人間洗濯機もいらんわ、皮むき機にしてくれてもやな。洗濯機ありましたね。いやまだ言うとね、ま、新型の人間洗濯機いらんちゅうね、そんなもん皮むいくれてまうわよ。そこらね、なんとも思う。誰が欲しいんやろ、人間洗剤。もうええよ、お風呂で俺体洗うわ。自分で洗いますよね、新型人間洗濯機で夢があるって。夢も希望もあれんよ、そんなもんいらんわ。もうね、あの空飛ぶ車もそうでしょ。あんなもん飛ばしたら危ないやん。ええからすぐ来る救急車持ってこい言うてんの。そうそうそう、ね、人の話聞いとれん。ただのバカじゃなくて、一方で堺市で恐ろしいことが、社会福祉法人の乗っ取りが問題になっています。認知症の高齢者を身ぐるみ剥ぐような、ババそりゃそら恐ろしい、橋本松井吉村ババと変わらぬ恐ろしさ。維新の断罪されるべきは大阪維新。